moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。皆さんこんばんは。5月31日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオからキウナゴヤお送りいたします。今ね、沖縄の方々大変だと思います。大雨でね、記録的な大雨ということを聞きましたけども、避難指示も出ている地域があるということも聞いております。皆様くれぐれもお気をつけください。滑り王子マスクマンでございます。はい、先週末はちょっと沖縄フェアで喜んでいたんですけどね、ちょっと今日の大雨ちょっと心配ですね。被害が少ないことを祈りたいです。みそ煮込みスキーと今日もですね、昼ラジオ聞いてましたら、土砂災害情報が何回も流れてましたね。で、ね、SNS の方でも車の水没映像とか見てましたけど、皆様の、ご近所ではいかがでしょうか。ダンサーズでございます。はい、こんな3人がお届けします。今週のテーマはカバン。今週のテーマはカバンです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギドワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリまたはマイチューナラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日は電話ゲストコーナーがあります。本日の電話ゲストは FM とよみ毎週月曜日20時からの番組ハイハイハイを担当されているサッピーさんになります。22時13分頃からとなります。この番組は高級木材のご用名は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、自動車整備士を目指す方奨学金返金不要名古屋トリプルエイト、陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海共和、アートワークウェブサイト FMJG、 ウェブサイト制作システム開発は名古屋電脳職人村、キャンパスレコードで絶賛発売中福田康之フリージャの花、芋掘りイベントは八重瀬町牛ちゃん芋生産組合、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナゴヤ。はい、メールご紹介したいと思います。はい、お願いします。これですね、まだですね、先週の美味しいのテーマで来ています。はい。あら、初めましての方でございます。はい。サンタマリア・シモーヌさん、ありがとうございます。ありがとうございます。岐阜担々麺とか、米田コーヒーのヒロノワールなど、美味しいですよね、ということでございます。そうなんです。岐阜担々麺、辛いですよね。あ、辛いんだ。食べたことないですか？行ったことないですね。まあ、はい、ね、なんかね、チェーン店として、はい、結構愛知県の中にあると思うんですけども、はい、なんていうのかな、ちょっと辛めのね、王子好きな感じのラーメンですね。うん、あと、米田コーヒーの白のワールは、はい、甘いの苦手な王子でも食べます。ちょっとちっちゃいサイズありますもんね。あります、うん。ミニサイズね。うん、はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、これをご紹介したかちょっとなんですけど、デートのテーマで、ちょっともしかしたら紹介してないかもしれないので、紹介いたしますね。はい、読谷村のフルムイカリーさんからです。ありがとうございます。デート、この言葉を耳にすると少なからず微笑ましく感じます。
しかも誰もが遅かれ早かれ異性の人と2人でお出かけする体験したことがあれば、どこであれどんな内容であれ皆さん共通して楽しかったなと思えるのではないでしょうか。特に若い子たちがおしゃれして出かけていこうとする姿を見ると、よかったね、楽しんでねという気持ちになりますということです。そうだよね。ね、本当に。ね。ね、やっぱりね、大人になったっていうか、ね、年齢いってもですね、うん、やっぱりこう、例えばそういうね、例えば食事するとかデートとかあったらね、嬉しくなっちゃいますよね。ね。王子、大体、香水つけていくとどこ行くのっていうのは必ず言われちゃいますね。香水、普段つけないからね。そうだね。あ、つけないですね、うん。明らかに違うところに出かけるってバレるよね。うん、ああ、そうか、ね。うん、そう、そう。そんなに鋭くない私でも感じるぞ、それは。あ、そうでございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、美味しいで紹介します。はい、フルムーンシンチさんからです。ありがとうございます。最近、インスタを再開したのですが、そこで名古屋と岐阜のグルメの紹介のページがあって、本当に美味しそうな料理の数々が紹介されています。はあ、名古屋に行きたいということです。本当ぜひ来てください、うん、ねえ、名古屋飯はいろいろありますからね、美味しいものが、うん、はい、本当そうですね、はい、ね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、続いてですね、アレックスさんからです。はい、はい、こちらもね、美味しいのテーマでご、はい、来ています、はい、ハイタイ名古屋チームの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。黒い子猫を保護してタマと名付けました。あ、いいですね。いや、はい、最近は何をかけずにキュウリ、オクラを食べるのが好きです。甘いですよね。ホットコーヒーにはシナモンを振ります。甘く感じるんですよね。それと一緒にバナナ食べるのが至福の時です。ああ。これシナモンって、シナモンってもともと甘いですかね。シナモン自体は甘いわけじゃないですけど、ね、シナモンシュガーとかになってて、はいはいはい、なんか香りがシナモンの香りで甘いとか、うん、そういうのはありますね。うん、王子もね、なんかシナモンのコーヒー飲んだことあるんですけど、はい、そんなに甘くなかったような気がしたもんですから、もともとそのシナモン自体は甘いものではないってことですね。あ、シナモンはね、そうそう、ミッキーっていうか香りですよね。うん、そういうことですね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、カバンでテーマで大丈夫ですか？はい。はい。ダンサーズさん、味噌煮込みさん、おじさんじゃない、たまごさん、こんばんはになってる。あ、たまに来るよね、たまごになってるよね。今日は沖縄は、今日の沖縄は、私が住んでいる地域は、10時頃から大雨が降り出してきました。とりあえず、病院の診察から帰宅直後だったので、セーフでした。さて、今日のテーマ、カバン。あ、ラジオネームがどこになるんだろう。あ、ありました。ラジオネーム、マンタキーラジオのみなこさんです。みなこさん。ありがとうございます。ありがとうございます。さて、今日のテーマ、カバン。今使っているカバンは、高校の時の同級生がハンドメイドにハマって、エコバッグやファスナー付きのカバンも使っていて、その友人が去年の私の誕生日プレゼントでもらったものです。ファスナーもあり、肩掛けで内側に小さなポケットがあるので、持病のある私は、頓服薬を小さなポケットに入れて外出しています。難病なので、通院の回数が多く、薬もよく出るので、分厚い薬手帳も入ります。色も私が好きな水色と白なのでお気に入りです。今年も6月17日に何か手作りのバッグか巾着か財布を作ってあげるねと言われたので、今から楽しみです。逆にお三人さんはもらって嬉しいものはありますか？うん、もらって嬉しいもの、だいたい何もらっても嬉しいんですけどね。はい。うん。うん、そんなに嫌なものをいただくってことあまりない。嫌なものいただく。嫌なもの。嫌なものってなんだろう。なんかこうね。はい。あ、でもみんなもしかしたら、はい、王子のスペシャル写真ね。ああ、嫌なものかもしれない。あれをもしかしたらもしかしたらですよ、うん、多分みんなね、欲しい欲しいと思ってると思うんだよね。おだまり、あれ知ってるでしょ、ね、厄除け、魔除け、安産祈願よ。おだまり。そうだったね、うん、おだまり。実際に飾ってらっしゃる方もいたのでね、うん、おだまり、ね、持ってらっしゃる方はね、飾ってください。貴重だったね、あれもね。そうだ ね今ないもんね。そうだ ね、はい、はい、
あ、まだ続きあるのよ、はい、ツイキャスは潜って聞いてますね、はい、頑張れって潜ってって書いてあるけど、あ、でも聞いてくださってるんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。もしかしたら、あの、布団の中に潜ってっていう意味なのかな。いや、うん、ツイキャスは潜って聞いてますって書いてあったけど。ああ、そういうことね。はい。はい、ということで。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、じゃあ CM ですね。はい。はい、はい、CM の後は、サピさん登場です。はい。建設内装材のことなら名古屋の中川名木奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプル8ではフォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ 052-653-0071 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と訓品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。私ども東海協和の国内物流部は名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターAnd Object の実験的ミュージアム。ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。名古屋にある電脳職人村はインターネット一筋22年。サイト制作、システム開発などニーズに合わせて提供します。最高の品質、最高のノウハウ、最高の感動をお客様に。お問い合わせは電話 052-232-8333 または電脳職人村で検索。ただ一つ叶うなら、お母さんに会いたい。その思いが僕の心を動かし歌にしました。福田康之、フリージアの花、キャンパスレコードにて絶賛発売中。ねえねえ、学校のイベントは決まったの？まだなら八重瀬町の畑で芋掘り体験はどう？一人500円で約2キロの芋を持って帰るって。予約は 098-998-4010。 ぐしちゃいも生産組合、あさとに電話したらいいさ。はい、電話ゲストコーナーです。本日は、FM 豊見毎週月曜日夜8時から放送中の番組、はいはいはいのパーソナリティであります、サッピーさんです。こんばんは。あれ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 、サッピーサッピーさん、あらあらあら、どうしたんだろう。寝ちゃってるあれ、電話つながってる。あれ、聞こえないのかな。うん、どうしたんだろう。聞こえてますか。聞こえてますか。あらあら、大変。ちょっと待ってくださいね。はい。こちらの関係かもしれないですけど。うん。もう、もしかしたら ね久しぶりにね。あ、聞こえますか。あ、もしもし。あ、聞こえました。あ、聞こえました。よかった。めっちゃ喋ってるんですけど。失礼しました。失礼しました。なんか、大丈夫ですか。聞こえますか。聞こえました。もしもし。大丈夫ですかね。あ、はい、聞こえました。多分あの、あ、よかったよかった。多分例のあれが引っかかったかもしれないです。
だいぶ引っかかったかもしれないですね。例のあれって何？めっちゃ喋ってんのに。すいませんでした。じゃあ改めて自己紹介の方お願いしてもよろしかったですか？はい、沖縄県豊見城市より発信しております、FM 豊見から毎週月曜日夜8時、パーソナリティやっております、サッピーです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。いやー、サッピーさんご無沙汰しております。そうですね、はい、もう5年ぶりぐらいですかね。そうですね、例の男と喋ってからもうだいぶ時が経つのが、経っても、もう気が遠くなりそうですけども。そうですね、ちょっともう覚えてないですね。あ、記憶にないっていう。最近、そうですね、番組の方はもう収録が多いんですよね。そうですね、もう全部基本は収録になってるので、生放送はやってないです。ね、そうなんですよね。はい。やっぱり生放送やりたいですか？まあ、それは生放送やりたいですよね、なんか。うん、よくわかんなくなってきたけど。なかなかね、ね、収録のね、曜日なども、うん、お決まりじゃないみたいですし、だからなんか、そういった、はい、まあ、曜日も不定期な感じですけども、なんか、何かこういったことで、ちょっと、何か努力されてるっていうんですか？なんかそういったようなことってありますかね？特にないです。特にないですか？そうなんです。とりあえずちゃんと収録しますよっていう告知はしておかないとなっていうことぐらいですかね。そうなんですね。はい。私はまだFM トヨミの方にお邪魔したことないんですけども。はい、ぜひ来てください。どうなんですか？僕、まだ全然想像の域なんですけど、どんな感じで変わってるんですか？もうとりあえず豊見城市役所、もう市役所の中に入ってるので、はい。なんか、はい、もう変なことはできないです。変なことはできない。ああ、そうすると、前一度ですね、以前確か襲撃したことがあったんですけども。襲撃って言い方ですけどね、はい、なんか、突然なんかガラス越しに登場みたいな。はい、そうなんですよね。うん、とってもおしゃれな登場だったもんね。今の方が見やすくなってるので、はいはい、全然、いつ来ていただいても大丈夫ですよ。あ、そうなんですか。はい。いや、前のところですと、ね、うん、私、実は私と、あと、マスクマンが、うん、突然行ったっていうことがありましたけども、はい、あんな感じのこともできるんですか？あ、もう全然できますね。あ、そうなんですね。え、周平さんとかいないの？誰さん？え、守衛さんって、警備の方とかは？あ、警備の方はいないですね。よかった。いるんかもしれないけど。いないではないでしょうけど。外から見れるようになってるので。ギャラリーとして行くにもは、はい、ってことですよね。全然来てもらって。はい。ということで、まあ。で、昼。はい。私一人でちょっと喋ってましたので。そうですね。隣の隣にですね、一度お邪魔したことのあるもの。いますので、うん、はい、変わります。あ、はい、すいません、はい、ご無沙汰しております、味噌煮込みすきです。あ、お久しぶりです。で、以前ずいぶんもう何年か前か忘れてしまったんですけど、以前のスタジオではちょっと一度出演させていただきまして、あ、はい、ありがとうございました。で、今収録になって、なかなかこの出すタイミングを逃して、うん、私ともメールができてなくてすいません。いやいや、でも、いただけて本当嬉しい限りです。本当ね、収録なのに、ありがとうございますですね。でも、ラジオのスタイルとしてね、一番最初に、安室ちゃんの曲をかけるという基本スタイルはずっと守られてるんですね。はい、もうそれは変わらないです。ね、他の曲をかけたりとか一切ないんですもんね。その他のアーティストさんの。絶対しないです。安室さんしかしない、かけないです。ですよね。安室さん一筋でね。はい。オープニングというかね、紹介の曲があって、っていう感じですけれども。はい、でも最近、ゲストの方もね、出演されるようになって、ちょっとまたね、なんか以前の感じが戻ってきましたよね。はい、うん、ちょこちょこ、はい、もうちょっとお呼び、まあちょっと収録なのでなかなかね、タイミング合わなかったりもあるんですけど、あ、そうですね、まあなるべくはいろんな方をお呼びしたいなと思ってるので、うん、ぜひまた遊びに来てください。はい、ぜひまたね、
豊見の方にもお邪魔できたらなと思いますけれど、隣でね、とっても話したそうにしてるので、さっぴさん嫌かもしれないですけど、変わりますね。嫌だ？いや、嫌だって。今嫌だって言ったよね。あら、まあ、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。王子でございますよ。あれ、今日、こんばんは。こんばんは。今日、さっぴさん、ちょっと鼻声？じゃ、なんかずっと鼻声って言われるんですけど、声変わりしたと思いますね。いい感じだよね。ちょっとセクシーな感じで。いいね。そう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 。ね、そうセクシーで売っていこうかなっていうことで。うん、そうだよね。それいい感じよ。うん、じゃあ、何なの？何なのって。だからね、さっきもね、ダンサーズが言いましたけどね。その役所の中に入るときにはね、王子もね、ちゃんとね、清掃をしてですね。まあね、はい、そういうときはね、真新しいね、白のブリーフを履いて必ず行きますので。おだまり。絶対入れないですね。いや、それ間違えてるでしょ。ね、それはパンツ一丁で入るわけじゃないんですから、ちゃんとした清掃したね、中にちゃんと入ってますよっていうことで、でそれだけではね、必ず捕まってしまいますからね。清掃したとしても中ブリーフなんだと思うと絶対嫌ですね。いやね、こっそりね、色をね、ブルーに変えていきます。おだまり。よくわかんない。よくわかんない。だから白からブルーに変えていきますよ。それだったらちょっとね、サッピさんもドキドキしちゃうでしょ？うん、ごめんなさい。ちょっとブリーフ肌ないので。ありがとう、教えてくれて。そっちでしたか。そっちでしたね、本当に。ツイキャスで、イミグレさんが、市役所の中、市役所に勤める私の先輩、過去高校時代が見てるって、このラジオ局かって言って、どうやら、このツイキャスのリスナーさんでですね、うん、先輩の方が勤めてらっしゃるところに、どうやらFM トヨミだったようです。ああ、そうなんですね。ぜひ、サッピーに会いに来てくださいって言っといてください。じゃあ、イミグレさん、先輩の方に伝えていただければと思います。で、まあ、またですね、はい、またお邪魔したいですが、ただ、うん、隣の男がお邪魔すると、市役所の方にご迷惑かけるんじゃないかなと。そうそうそう、本当ですね。いや、ちゃんとですね、グレーのスーツ着ていけばわからないでしょ？で、職員。いや、もう色の問題じゃない。あ、違うの？違うの？逆に不審かもしれないよ。え、そうなの？一応、なんていうの？きちっとした清掃はしますけども、はい、パツキンで行くっていう。うん、やっぱ、入り口入るときに、うん、やっぱ検温のやつとかがあるんですよ。うん、で、顔とか見られるじゃないですか。うん、多分その時点で多分入れないと思います、ね。え、顔で？体温じゃなくて？顔に。体温、顔が映るので、うん、多分その時点で顔認証でダメだと思います。顔認証でダメなの？顔認証で引っかかっちゃうんだ。なんか、裏でサッピーがなんかチェックしてそうだもんな。この人ダメみたいな。そこら、そういう時はあれですよ、うん、サッピーも。例の、あれを使えばいいじゃないですか。例のあれ、ごめんなさい、ダンサーズ、例のあれって言って、はい、全然何、わ、うん、かんないと思うんですけど、普通の方には。わからないですか？はい。わからないです。先ほどFM という意味のサッピーさんのリンクを貼ったんですけど、詳しくはそのリンクを見ていただければ、あれがわかります。そしたらあれがわかります。もう皆さんぜひ、例のあれ見てください。例のあれがわかりますので。いやいや、サッピーさん、ラジオですから。はい。残念ながら、ね、そうそう、はいはいはい聞いても、なかなか例のあれがわからないかなと思いますけれども、ね、うんうん。あれ、そう。はい。はいはいはい。なんか、王子と最近喋るときはテンション低いよね。そう、めちゃめちゃテンション上げてるんですけどね。これがマックスですけどね。そうなの？なんかね、うん、でも今日ちょっとダメだな。なんかね、この、ちょっとこう鼻にかかるね、セクシーなね、そのね、ボイスがね、王子たまらなくなってきましたよ。本当に。やだ、もう、ほんとやだ。ほんとうん、今、心底拒否したよ。ね、大体ゲストからこういうパターンですね。うん、それがね、うん、素敵なところだと思います。ありがとういつもで、ね、こんな感じになるよね、皆さん、ね、なんかグタグタ感がありますね。グタグタ感になるからね。だからね、はい、もっと王子のいいところをね、サッピーがね、引き出してくれるのかなと思って、ずっと待ってるんだから。それは、ちょっと、うん、私の番組に来ていただかないと、なかなか難しいですね。え、この人行っていいんですか？この男、その時は特別に、その代わりもうボッコボコにしますけど。ボコボコにされるよ。大丈夫、大丈夫。
もう本当にね、サッピーいじっていじっていじりまくって帰りますからね。はい、ということでですね、はい、ありがとうございます。番組の宣伝をもう一度、はい、もう一度ですね、はい、もう一度もうお時間とお時間がもうなくなってきましたので、はい、最後にまた番宣の方をお願いいたします。あ、はい、沖縄県豊見城市の FM 豊見から毎週月曜日夜8時から、8時はやっぱりハイハイハイという番組、おちゃらけ番組やらせていただいてますので、ぜひお時間ある方聞いてください。よろしくお願いいたします。お願いします。次回のゲストは、リューティーのひがちゃんですよね。そうですね、はい、6月6日はリューティーのひがちゃんがゲストで来てくださってます。はい、ぜひ皆様の FM 豊見、月曜夜8時、皆様お聞きいただければと思います。はい。よろしくお願いします。はい。今夜は、パーソナリティでありますサッピーさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。キユナ名古屋。はい、メールご紹介します。はい、お願いします。泉さんの特急サザンさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。カバンはめったに使わないですね。使うときは会社で研修があるとき、資料などを入れて家と会社を行き来するときだけ使用するぐらいですね。ちなみに会社の通勤にはカバンではなくリュックサックを使っています。じゃあまたやってことでございます。でも、はい、最近多いですよね、うん、サラリーマンの方、うん、リュックサック背負ってる方 ね、最近ちょっと流行りなのかな、うん、多いですね、で多いですね、はい、やっぱり王子はねリュックサック使わないですけども、はい、うん、はい、はい、次お願いします。ああ、次ってことで、で、今日もたくさん実はね、ツイキャスで来てくださってて、カースケさんははじめましてということで。はい、はじめまして、よろしくお願いします。あの、お時間あるかしら？ある？あと20秒です。うんうん、あと20秒ちょっとあれだね。じゃあ、そうですね、はじめましての、あ、ハニマル甲子園さんもありがとうございます。アーカーさんも、ありがとうございます。沖縄大好きさん、ペーターさん、シプリームさん、ミグレさん、葛飾のジンさん、泉さんの特急サザンさん、ナッティナチコさん。はい、ということで。ということで、ごめんなさい、まだ紹介、はい、黒田聖子さん、ミンタマーさんもありがとうございます。佐賀県さんも。リラックス。来週のテーマはリラックスです。この番組は高級木材のご用名は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、自動車整備士を目指す方奨学金返金不要名古屋トリプルエイト、陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、アートワークウェブサイト FMJG、 ウェブサイト制作システム開発は名古屋電脳職人村、キャンパスレコードで絶賛発売中、福田康之フリージャの花、芋掘りイベントは八重瀬町グシちゃん芋生産組合、個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、本日もありがとうございました。ありがとうございました。初めましてのツイキャスで、茨城のホチさんもありがとうございました。はい、ありがとうございます。閉店、ガラーガラー。